年の夏はネパールに行きました。ネパールはインドのお隣、エベレストで有名なヒマラヤの玄関口でもあり、山の大自然と農業、そしてスパイス料理が有名です。ネパールの東側、バドラプールの空港から車で3時間、インドとの国境沿い、イラムという都市に行きました。標高は1800メートル。霧が広がるこの地域はインドのダージリンのすぐお隣、お茶の生産で有名な地域です。今回僕はボルボテという町のお茶農家さんの家にファームステイしました。茶畑の中にはもちろんスパイスも育てています。これはカルダモンの木、この種の部分がとっても華やかな香りのスパイスになります。ちょうどこの時はお茶の収穫期、周りの農家さんが摘んできたお茶の葉を軽く乾燥させながら、伝統的なやり方でこの布でくるんで発酵させています。そしてこれは乾燥の機械、お茶のもみの工程もここでは機械でやっています。出来上がったお茶は透き通った上品な香り、コーヒーでいうエチオピアのような華やかさです。テンションが上がります。あたり一面はどこを見てもお茶農園、霧が立ち込めて神秘的なこの森に空いている農地があり、コーヒーの木を植えたいということだったので、一緒にブルボンという甘い品種のコーヒーの木を1000本植えました。1000本でコーヒー生豆約1トン分。木を植えてからコーヒーチェリーが実るまでは約3年。日陰も十分で気温も低いこの高い標高でどんな風に美味しく育ってくれるかとても楽しみです。夜は楽しみなネパール農家ご飯、優しいスパイスの香りで食べやすい味付け、とっても美味しかったです。部屋でドライヤーを使ったら電気を壊してしまいました。ごめんなさい。朝は軽く食べるのがこの辺りの風習、甘いかりんとうみたいなのを食べてガタガタの車に乗って山の上の方へ出発です。今回のミッションはこの街をコーヒーを通して活性化させること。どんな体験があってどんな工夫ができるのか、地元の農業生産を見て回りました。エンジントラブルをなんとかくぐり抜け、たどり着いた標高 2000m のチーズ工場。近くの10の生産者組合から集めた牛のミルクを使ってチーズやバターを作っています。加熱して集めたチーズをこの石の重りで圧縮、そしてこの冷蔵部屋に移して塩漬けにした後ゆっくり熟成しています。作ったチーズは地元のチーズ農協に販売して、彼らが首都のカトマンズに持って行って販売しています。本当は長く熟成するほど美味しくなるけど、早く売らないと工場も回らないから3ヶ月で売っていると話していました。お昼ご飯のダルバート、ダルとは豆のスープ、
バートとはご飯のこと。このレンズ豆のスープとご飯をベースにおかずを合わせて食べるのがネパール料理の基本です。ご飯の後はみんな楽しみチャイの時間。ネパール語ではチア、スパイスを入れたミルクティーです。すりつぶしたジンジャー、そして胡椒、お砂糖を入れてお湯を沸かし、お茶の葉を入れます。少ししたらミルクを加えて沸騰したら出来上がり。他にもカルダモンやシナモンなど地域や好みによっていろんなスパイスを合わせます。日本に帰っても多分チャイ作りにはまりそうです。ここはミルクのための牛舎。家族でミルクを作っています。ヨーグルトも飲ませてくれました。酸味系の美味しいヨーグルトです。イラムの街のマーケットではスパイスを探しに行きました。いわゆるスパイス屋さんではなくて、こんな雑貨屋さんのようなところにいろんなスパイスを隠し持っています。イラム産のスパイスが続々と裏から出てきました。これはナツメグの皮、これがナツメグで、クミン、ブラッククミン、ブラックペッパー、クローブ、カルダモン、カレーリーフ、これがスターアニスで、下にあるのがシナモン。昔ながらのおやつ、ミルクと砂糖で作るキャラメルのようなお菓子も食べました。お茶の生産は夜まで続いています。晩ご飯の時間。野菜とじゃがいもにスパイスを合わせて炒めたり、切ったきゅうりにスパイスを合わせてお漬物を作ったり、スパイスをするためのこの石は嫁入り道具にも使われるほどの家の中でもとっても大切な道具です。ダルバートはスープをご飯にかけて食べます。シンプルなスパイスでくどくなくて食べやすい優しい味。これがスープに使われるレンズ豆です。山の中の小さなコミュニティですが、手を取り合いながら農業で暮らしています。このネパールの秘境ともいえる山の中で、シングルオリジン単一農園で単一品種のコーヒーがどのようにみんなの暮らしに影響を与えられるか、初めての収穫まであと3年、僕たちにできることはまだまだたくさんあります。コーヒーもきっと美味しくなるはず。コーヒーは気温が低いほどゆっくり熟します。ゆっくり熟すことで細胞の数も多くなって、香りや甘さが詰まった美味しいコーヒーになるんです。最初の収穫の時期までには精製所を作りにまた行きます。精製とはコーヒーチェリーから種を取り出して、それを発酵させて水洗いして、そして乾燥させてコーヒー生豆を作るための後処理の工程です。
この生成も工夫の違いがたくさんあるので、地元のみんなと一緒にめちゃくちゃ美味しいネパール産スペシャルティーコーヒーを作れるのがとっても楽しみです。これからも皆さん、アジア産のコーヒーにぜひ注目して楽しんでみてください。コーヒー生産は身近、同じアジアで作ってるんです。僕はこれからもアジアのコーヒー、アジアの農業を応援していきます。